世間は俗に否定派と呼ぶ反魔法社会の理念を掲げる。魔法の根絶を願う者のみの集まりと記憶している。具体案の共有と決起を目的とした集まりであり、会の規模と参加人数は場所は以上のように急ぎじく。お兄ちゃん、朝だよ。おはよう。今日はダメだよ。これから病院に行かなきゃいけないんだから。お兄ちゃん昨日事故に遭ったでしょ。だから問題がないか一応検査するんだって。してないみたいだけど、頭を打ったからちゃんと見てもらわなきゃダメなんだよ。
本当に平気かどうかもう一度病院で検査してもらうんだよ。お父さんが車で連れて行ってくれるって。もう起きて準備してるよ。そうだよ、だからみんな一緒に行こうんだよ。アカデミーにはお父さんが連絡してくれてるよ。お兄ちゃん頑張って。おっきおっき。あれ、お兄ちゃんは力持ちだね。うん、頼りにしてるね。おい、まだ寝てるのか？もうすぐ出る。ああ、だがもう少しで終わるそうだ。お前の方は全部終わったのか？そうか、ならヒナが戻ってきたら車で送ろう。半休の申請をして出しておいたから問題ない。お前らを送ってからその足で署に向かう。それより売店で何か買ってきてやる。何がいい？わかった。ちょっと待ってろ。子供にとって病院ってのは怖い場所だろ。痛い思いをする時もある。だが病院に来なければもっとひどい目に遭うことを理解していない。だからここに来ればいいこともあるって思わせないといけない。まあお前はもうそんな年じゃないだろうが。ああ買ってくる。
なたがここにいる理由を私は知りたい。それが僕の役目だから。あなたの人生をサポートする新しい力との融合、アトリ。だから、取り次げないってどういう了見だ、あん？ですから、先生は外来の診察中なんです。もうしばらくお待ちいただくしか。こっちはてめえと違って忙しい中、わざわざ時間作ってきてんだよ。いいからさっさと呼んでこい、このボケナス。あ？なんだお前は。うるせえな。人の仕事を邪魔するな。先生には伝えておきますから。おい、こら待ちやがれ。逃げられちまったじゃねえか。おい、どうしてくれるんだ。医者と政治家の言葉は真っ先に疑えって教わらなかったか。医者も似たようなもんさ。無駄な知識とプライドのせいで自分は特別だと思い上がる。その勘違いの犠牲になるのはいつも弱い立場の人間だ。そりゃお前がガキだからわからないだけさ。大人ってのはな、学生と違って時間がねえんだよ。今こうしてるお前と私、過ぎてる時間は同じだが、その価値は全く違う。わかるか？それもある。だが、ガキと大人で最も違うのは、時間に追われているかどうかだ。大人は何をするにも時間を気にする。あれをやるためにはこれを犠牲にしなきゃならない。そうやって毎日限られた時間を切り売りして生きてる。だが学生は違う。時間を持て余している。違うか？
自由な時間ってわけでもないんだな。これが持て余しているんだから、有効的な使い方なんてできやしない。毎日楽しければいいやと深く考えもせず、ただ用意されたイベントを消化して時間を浪費するか、もしくは自分は何者であるかを知るために知識と教養を手当たり次第にかき集めて答えを探す。学生のやることといったらそれくらいだ。そんなもん答えなんてあるわけねえのにな。大国の大統領だろうが、公園にいるホームレスだろうが、長い目で見りゃ地球に存在した人という種の一匹、それだけだ。全てのことには意味がある。バカな連中はそう思いたがる。そうすることで自分もここに存在していいという担保が欲しいんだよ。んなわけあるかって話だよな。こうしてお前に長々と話をしていることに意味があると思うか？ねえよ、ただのうさばらしにいちいち意味なんかあるわけねえだろ。お前の人生観が変わったとしても、それは順序が逆なんだよ。意味が欲しいから後付けで美化してるだけさ。そう、ただお前をうんざりさせられれば私は満足なんだよ。それだけだ。どうだ、うさんくさいやつに絡まれてついてないなと思っただろ。変わり者ってだけじゃなく、空気の読めない正直者ときたか。よく言われないか、お前バカだって。お前なかなか面白いやつだな。まあガキはバカで生意気なもんだ。大人になるまではそれでいいさ。ごめんね、待たせちゃったよね。そうだよな、可能性はあるんだから驚くほどじゃねえか。なるほど、ならお前はあれか。いや心臓に悪いぜ。病院だってのがせめてもの救いか。いや知らねえよ、ただ知り合いに似てたってだけだ。気にすんな。お兄ちゃん、お父さんは？
すみません。先生がすぐにお通しするようにと。だから言っただろうが、いいからさっさと案内しろ。はい。どうかしたんですか？いや、なんでもねえよ。意味なんてねえんだ。あるとしたら、人間の欲が生んだ偶然だけだ。は？いいから行くぞ、オラ！グダグダ言ってると、てめえの首飛ばすぞ！うん、お兄ちゃんまたね。急いでるの。ゆっくり歩いてる場合じゃないの。ぶつかったことは謝るわ。だけど私には行かなきゃいけない場所があるの。だから離して。息苦しいわ。別にいいわ。それじゃ。おっす、ハルト。昨日は大丈夫だったのかい？君が事故に巻き込まれたって聞いた時は驚いたよ。誰かを守るためじゃなく、一人で勝手に事故に巻き込まれるなんて君らしくない。いや待てよ、もしかしたら君の存在を疎ましく思った謎の組織が仕向けた攻撃という可能性も。
おーい、ハルト、またよからぬことを考え中なのかい。今日はやめときなよ。これから試験なんだからさ。急いだ方がいいよ。ユミ先生は試験の監督責任者だからね。休み時間終わったらすぐに試験会場に行っちゃうだろうから。ハルト君、体の方はもう平気なの？そう、なら試験の準備をしててね。うちのクラスに順番が回ってくるまでまだ時間あるから。ハルト君、 B 組の陸道朝日って子知ってる？これから魔法試験だっていうのに急にどこかに行っちゃったらしいのよ。彼女日頃から問題行動が多いし、今日の試験もボイコットしちゃうようなことになったら。それなりの処分が下るでしょうね。最悪退学になってもおかしくないわ。そうだけど、君に頼むのは心配だわ。あなた、自分も試験受けなきゃいけないって分かってる？陸道さんを探しに行って、見つけるまで帰ってきませんでしたなんて許されないのよ。見つからなくても戻ってくるの。まったく、全然大丈夫じゃないんだから。こら、廊下は走らないの。
あなたか。あなたがここにいる理由を私